6兆年と一夜物語ピアノ初級前奏動画の今日は3になりますね。ここの右手左手両手で合わせる練習していきます。では今日練習するパートまで一度弾いてみます。早速説明していきます。まずは右手からいきますね。右手の最初これまでと一緒です。はい、ここは大丈夫ですね。いきますね。ここはね結構難しいと思います。まずはい、まずこれだけやってみてください。ミファミレシ3-4-3-2-1ですね。はい、いいでしょうか。はい、でこのまま次いきますね。今度はまた同じく3-4-3-2-1なんですが、ラシラファレとなります。こうですね。じゃあここからいきます。まずはひたすらにこの2つを練習してください。はい、うまく弾けるようになったらちょっとずつスピードを上げていくと、こうですね。はい、もうねひたすらやってください。ではここまで弾けたら次いきますね。また同じく3-4-3-2-1なんですが、今度はドのシャープ、こうです。ドのシャープ、レ、ドのシャープ、ラ、そしてファのシャープです。弾きづらいですよね。はい、何度も練習してくださいね。こうです。いいでしょうか。はい、じゃあ頭からここまでいきますね。はい、まあこのぐらいゆっくりでいいです、最初は。ちょっとずつ速くしていってください。はい、こうですね。まあ、このぐらい弾けるようになったら次いってください。今度は1番から1-2-3-1-4ですね。これでミファのシャープラミシとなります。こうですね。はい、何度かこのようにですね練習してください。ここまでいけたらじゃあ、ここからいきますね。こうです。こうですね。はい、ちょっとずつ早く行ってくださいね。でここまで弾けるようになったら最後のところですね。1番2番でここからですね1-2と下がってラーレとなります。1番2番でラーレですね。じゃあ頭からここまで行きますね。こうですね。もう一度いきます。難しいですよね。じゃあ今度左手いきますね。左手4番でソです。ここですね。これを4回弾きます。次3番でラ、次は2番でシシシと3回弾いて終わります。左手だけだったら簡単ですよね。では両手で合わせる練習していきます。
上のね、あの指番号がピンク色になっているところは右手左手両手に引いていると思ってください。では最後のところですね、もう右手がですね一区切りありますよね、はい、ここで、左手がシと入ります。いいでしょうか。そして次も入りが一緒ですね、こうです。はい、そして次もここから入るんですが左手同時、ここまでいきましょう。はい、そして最後はもう左手はこのまんまでいいです。はい、このようになります。もう一度いきますね。はい、こうですね。ではここでのポイント、ここはですね、なんといっても右手のとこですね、ここです。ここでね、うまく皆さん指がね動かないと思います。ぜひね、あのハノンでこう一つ一つの指を練習、まあ、準備運動してからここの練習するようにしてください、まあ、ハノンはね僕のピアノチャンネルの再生リストの方にあるので、よかったらそこ見てみてください。しなくてもいいよっていう人はね、もう直接練習で大丈夫ですけど、まあやっぱりこれね、なかなかもう何度も何度も練習しないとこう指がね動かないので、まあ、先をね急がずにまずはねここしっかりクリアしてください。では後半の復習動画でも練習してみてください。今日練習したパートをこの動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。